岡本和真は2016年の12月、高校時代に出会った方と結婚。インタビューで奥さんの好きなところは面白いところと答えると、可愛くて癒し系って言え、とけ、と言われた。岡本和真はトワイス好きで、ジョンヨン推し、奥さんはトワイスの握手券付きの CD を50枚ぐらい買っていた。二人の結婚式場は、ディズニーアンバサダーホテル。